ではこの後4時からザ・ベイラインです。お二人呼んでみましょう。バズーカ山寺さんと岡田ロビン翔子ちゃん。はい、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします、ね、鍋の話してましたけど、いや鍋いいですよね。鍋いいですけど、うん、この年末年始鍋とかいろんなものを食べてね、うん、ちょっと体型気になるっていう人いませんか。だって、ね、寺さんは大丈夫よ。片道子ちゃんはファッショニスタですから、ね、今日はね、そのホットラインでね、おデブの言い訳をやめたら綺麗に10キロ痩せましたの著者の蓮見香音さんに、はいはい、太る人の言い訳はどんなものあってどうしたらいいのかっていうのを聞きます。そうなんです、言い訳を聞いちゃうと鍋から航空って流れがいい。おデブの言い訳ね、はい、面白いですね。話題になってる本の、ね、著者ですからね、はいはいはい、楽しみにしてください、はい、5時台は皆さん言い訳というテーマで募集してます。そして4時は何といってもエンタメ情報を皆さんどしどし送ってください、はいはい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。しまちゃんもね、街角 DJ でね、はい、今日も盛り上げてくれますんで楽しみにしてください。はい、お願いします。ズーカさんはでも言い訳とかはしないで、プロですからね。私ね、その場しのぎの言い訳で生きてきてるんですよ。その場でずっと本当ずっとそればっかりやんか。嘘だね、そんな思いたくないね、ロビンちゃんね。嫌ですね、なんかね、今ヘイモンが言い訳するなとか。よろしくお願いします。お願いします。この後ザ・ベイラインです。お願いします。では With You、 明日はピカちゃんとお送りします。お相手はマッピーでした。ちょっと山ちゃん、どうしました。ロビンさん、ギリギリまでトイレ行くのやめてもらっていいですか、本当に。いやいやいや、ちょっとね、マッピーさんと盛り上がってたもんですからね。盛り上がってましたね。いやでも本当に最近めちゃめちゃ寒くないですか。っていうかまあ平年並み、まあ昨日はちょっと平年よりしかだったかな。そうですね、今ではねちょっとあまりも暖冬だったので、そう、まあこんなだったら北海道の人とかにも現れますけどね。いや本当、でも私今日寒いと思って、タートルネックを着てきて、山寺さんと一緒だったんですよ。グレーのね。そうそう、だからね、あなたはワンピースで僕はワンピースではないですけどね。って言うんですよ。山ちゃんは普通に私が、うん、山ちゃん今日タートルネックお揃いですねって言ったら、普通に大人として、あそうだね、あお揃いだねって言ってくれればいいのに、あでもあなたがワンピースだからちょっと違うなみたいな、なんか多分山ちゃんはこう好きな子にちょっと意地悪したくなっちゃうタイプなんだろうなって最近私は思いました。あそうですそうです、私的にはその通りです。もっとね優しく、あ本当だお揃いだね、ハートぐらいの返信を待ってたのに、返信、あの返答ですか。ごめんなさいね。もう、ほらそうやってね全部私ので上げ足を取るんで、上げ足を取るのが大好きなんですよね。山ちゃんは好きな子に意地悪したくなるんだろうなと思って。その通り、小さい頃からもうずーっと言われたんですよ。そうですか。本当にロビンはいつも可愛くてね、トークも本当面白くて、いや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 、話を作っててもね、あの楽しくそのするっていうのはね、本当見習わなきゃいけないなって今褒めてるんですよ。いやいやいや、すごい違和感で怖いんですけど、その笑みが怖いんですけど、でこの話これで終わりですか。いやいや、最近山ちゃんの話あんま聞いてないなと思って。山ちゃんどうですか、舞台の稽古をね。ありがとうございます。このオープニングでそんなこと触れてくれる。いよいよあさって、そうですよね、ローリングワンダーレビューコント博品館、はい、七転び八時起きの人々ね、これがですね、いよいよあさってで、今もう稽古からここに来たんですよ。お疲れ様です。前ね電話でつないでね、みんなマスさんとかに話してもらいましたけどもね、いやいや本当すごいですよ。マスさんもね本当に朝が来たですごいお父さん役で、もう有名でもベテラン俳優ですよ。他の方もすごいですよ。秋元直美さん今日誕生日でね、歌詞から壊れしてね、宮直子さんも芸術祭個人賞を取った女優さんですけど、そんな人々がコントをやるってね。先にオチ言っちゃおうかな。最後が。ダメですよ。それは。やめとくか。見に行った人のお楽しみですから。あさってからやりますんでね。まだまだチケットありますんで、皆さん、ぜひ来てくださいね。はい、ってことで、もう大丈夫です。大丈夫ですか？それでは参りましょう。はい、バズーカ山寺と、岡田ロビン翔子の、ザ・ベイライン！The time is now. BayFM 78. Yo, DJ. Are you just mixing it? The Bayline. The Bayline. This is the Bayline. ザ・ベイライン、改めましてバズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りします。はい、いや本当にですね、その今回僕は全員初めての方々なんですよ、はいはいはい、共演者は。そうなんですね、弱虫ペダルのね、あの舞台で活躍してる上田圭介君とかね、ライフの袖君とか松永玲子さんとかね、本当に素晴らしいメンバーなんですけども、ね、みんな本当チームワークが良くてね、あら今日も秋元奈美さんが誕生日だったんですけど、サプライズをコントの稽古中にやろうって、しっかりしてお母さん、あなたは今日誕生日なんでしょって言って、そっからハッピーバースデーってやっていくって、ね、仲がいい、コント誕生日でしたっつって
こんな今まで生きてきてこんなくだらないサプライズ誕生日初めてですってすごい喜んでました。わあ素敵、なんか仲の良さが、そんな感じで仲良くやっててね。でも来週で終わっちゃうんだねなんて言いながらね、でこれ皆さんに見してもらえると何もならないんでねぜひね、ぜひぜひ。あれロビーさんは、ロビーさんね、僕よくあなたのライブはね声の出演したりとか実際見に行ったりとかねガンガン行ってますけどね。ねえ、本当に前回の舞台もねロビーは来なかったけどね、1週間やったやつね、言い方がね来なかったけどね。いやいや、ちょっと今回ね、あの大阪から応援してます。あ、それを念を送ってね、たまたま気を送ってね、3日間とも大阪にいるっていうスケジュールでちょっと申し訳ないです。気持ちだけはずっと大阪、そうだよ、それしょうがないよ、それしょうがない、頑張るよ、頑張る、頑張る、お互い頑張りましょう、お互い頑張りましょう。さあそれでは今日のメニュー紹介しましょう。はい、4時台は気になるエンタメ情報チェック、バズった山寺ございます。気になる芸能ニュース、新製品、イベントなどピックアップします。あなたが気になっているエンタメ情報をぜひ教えていただきたいと思います。メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。そしてですね、はい、山寺さん、5時の頭はホットライン、ホットライン、お正月太りをしてしまった人が多い季節だとは思うんですけども。そうですね、どうしても私もちょっと、ちょっとね、はい、そんな方のために、おデブの言い訳をやめたら綺麗に10キロ痩せましたの著者、はすみかのんさんに太る人の言い訳を聞いていきたいと思います。なるほど、楽しみです。はい、そして6時台はもちろんこの人、街の面白スポットに進出鬼没、街角 DJ しまっちゃん登場でございます。さあ今日はどこに行っているんでしょうか。ゆきお、はい、ゆきおでございます。ねえ、寒いっしょ、大丈夫ですか。寒いですけど、ちょっとでも日がまだね、あるんでちょっと大丈夫ですけど、ね、まあそうだね、日差しはいいもんね今日ね。はい、ということでヤムちゃん、はい、そしてタートルワンピが可愛いロンちゃん、今日もよろしくお願いします。タートルワンピ、ありがとうございます。ねえ、ところで何、オープニングトークお芝居の話だったから、もうロンちゃん何ネタ切れ。ネタ切れじゃないでしょ。いや、ね、たまにはね、山ちゃんの話を聞くっていう、ちょっと大人になろうと思って。油断してた。なるほど、8ヶ月に1回ぐらいな感じだよね、それね。そうですね、基本的にはね、そういう時のね、気を使うことがね、俺にも喋らせてくれることがある。しまちゃんの話題とかね、そうですね、いいのにね。いや、いいんです、僕の方はいいんですよ。分かった、じゃあいいよ。ということでございましてですね、今日ね、5時台ダイエットの話するということなんですけども、そうです、はい、もう僕全然言い訳しないのにブクブクなんですけど、ダイエットの時にはね、はい、野菜を食べましょうということで、今日はお野菜を美味しく食べさせてくれるお店からレポートしようかなと思います、ね、嬉しいですね。はい、気になる。今ね、もう閉まってますからね、味がね。だってね、しまちゃん野菜のプロですから、そうですよ、そういうお店にも花が効くわけですから、期待してま す、はい、はい、で6時台は野菜にまつわるメールを大募集します。はい、例えば子供の頃食べられなかったけども今は大人になって大好きな野菜になりましたとか、あるある、はい、またね、ベランダなどで家庭菜園をしてる人とか、野菜にまつわるエピソードなら何でも OK でございます。わかりました、はい、教えてください。はい、じゃあ、はい、後ほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、内容盛りだくさんで今日もお送りいたします。募集テーマですね、1時間ごとに変わりますので、詳しい募集テーマ、番組のブログをぜひチェックしてください。はい、この時間まずは皆さん気になるエンタメ情報を送ってください、はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。さあ今日のオープニングナンバーですね、先日ね、北川景子さんとの結婚を発表しました、大悟さん率いるブレイカーズのナンバーいきたいと思います。はい、この曲はですね、24時間テレビでの、マラソンが決まった時に生まれたナンバーということでございますね。それではお送りしましょう、ブレイカーズ、ラン&ラン。ブレイカーズのラン&ランに続いては、乃木坂46メンバーの生駒里奈さんは今年成人式を迎えられ、先日発表されたニコニコ生放送の今年最も期待できる新成人で見事グランプリを受賞したそうです。お送りしたのは乃木坂46走れバイセクルでした。バズった山寺、バズとはざわめくという意味で、たくさんの人の話題に上ることをバズったと言います。そこでこのコーナーでは我々2人の目に留まったエンタメニュースをピックアップしていきます。はい、していきましょう。はい、まずはこちらです。スマップ解散危機、あれから
スポーツ新聞の日刊スポーツスポニチがスマップが解散に向けて動き出していると報道しました。育ての親のマネージャーがジャニーズ事務所を退社するのに伴い、木村拓哉さんを除くメンバーが事務所を退社するのではというものです。彼らの今後の動向に注目が集まっています。続いてはこちら、デビッド・ボーイさん死去、ゆかりの地にファン集まる。10日に惜しくも亡くなられたデビッド・ボーイさん、ニューヨークの自宅前や出身地であるロンドンでもファンが集まって花束を捧げています。遺作となったアルバムブラックスターも売り上げが急増、小売店での在庫切れが続出し、つい追加生産に追われています。続いてはこちら、大悟 KBSK。 北川景子さんと結婚した大悟さん、自分がレギュラー出演する番組で結婚について改めて聞かれると、 KBSK 気分爽快ですねと答えました。似てなくてすいません。自分たちの記者会見を2人でテレビで確認したことも明かし、2人ともものすごい緊張していたと話しました。ラストはこちら、危ないでかレッドカーペット。舘ひろし、柴田恭兵主演の映画さらば危ないでかの完成披露試写会が行われ、新宿歌舞伎町のレッドカーペットに登場、およそ1000人のファンが集まり、大きな歓声の中劇場入りしました。シリーズ最終作について、30年間応援してくれた皆さんに恩返しできるものができましたなと胸を張りました。以上です。今の最後誰ですか？柴田恭兵です。関係ないね。すごいイケメンボイス。関係ないね。いや、これみんながもう全員がやったものまねなんです。全員ですよ。ロビンさん知らないでしょうけど、いや30年間ですからね。すごいですね。僕が声優としてデビューした頃に最初があったということですよね。すごいですよね。で今でもこうやって、ね、写真とか見るとかっこいい。いやかっこいい。あのシルエット全然変わらないですね。まさにダンディー。サングラスが似合う。かっこいいですよ。サングラスかけたら必ずアブデカって言われましたからね。あー、そういうイメージが。一人小太りだったらブルースブラザーズって言われるか、どっちかでしたからね。二人でサングラスかけるとどっちかになりましたから、二人ともスタイルとアブデカですからね。さあ、ロビンが気になったのは、いやもうちょっと私はスマップさんのこのニュースが、朝私起きてまず携帯を開いてツイッターを見たら、もうすごいこう急上昇ワードで出てきてて、本当なのか嘘なのかっていろいろ調べたんですけど、あれですね、本人たちのコメントはまだまだね、そうですね、まあ関係者のでそういう動きになっているということですからね、確実にそれが発表されたわけではないです。そうですよね。ラジオネームゴイさんからもですね、ロビンちゃんも自分たちのグループもスマップさんみたいになりたいと、憧れと言ってましたけどどうでしたかなんて来てるんですけど、本当に私たちもこう目標としていた、そのいろいろバラエティもやったりドラマもやったり、まさにエンターテインメント集団ですよね。そうなんですよ。すごいですもん。だからこれがちょっと事実か分かんないですけど、あまりにも私はショックすぎて、もうすぐメンバーに LINE して、ちょっとどうするのこれ、どうなってるのみたいな。そうですよね。まあ、もちろんソロでの活動もものすごいこと、一人一人の、ね、それだけでもすごいんですけど、やはりね、スマップとして名曲もたくさんあるし、ね、コンサートを楽しみにしているファンもたくさんいるでしょうからね、5人で活動してほしいっていうのはね、ファンの思いだと思いますけれども、嘘であってほしいなと思いながら、名曲本当にいっぱいあるもんな。さあ、どうなっていくのかね。はい、ということでございますけれども、さあどうでしょうか。リスナーの皆さんは気になっている芸能ニュースなどのエンタメ情報なんでしょうか、ぜひ教えていただきたいと思います。はい、メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。ということで、はい、山ちゃん、ついにいよいよ2週間後に迫ってきました。何が？チャオベラチンクエティの新曲のリリース日ですよ。チャオベラチンクエティのニューシングル。ありがとうございます。もしかしてこの間のライブで2位狙うって言っちゃったやつですね。そうなんですよ。前回3位だったんで覚えてました。2位というふうになんていうか、ロビンがリーダーで、ロビンがちょっとねハードルを自ら上げてしまったんですけど、シチューカスが言っちゃったからこれ。ちょっと本名で呼ぶのやめてもらっていいですか？すいません。そうなんです。どうしますかこれ。今回両 A 面シングルで、先週は確か福田香音ちゃん作詞のどうしよう私をかけたんですけど、今回はそのもう一曲をこれもですかけたいなと。これも非常にライブで盛り上がってました。そうなんです。もうかなりロックで、私もこれもかっこいいと思いましたよ。これ松田聖子さんとかにも作詞をしている三浦佳子さん作詞で、作曲が中島拓哉さんということで、皆さんかっこいいギターソロにも注目して聴いていただきたいと思います。1月27日発売、チャオベラチンクエッティ一期一会。Thank you.
来週からベイ FM でのパワープレイも決定しています。チャンベラチンクエッティで一期一会でした。ベイ FM リスナー安全運転宣言。さあこの時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します。今日は千葉県八街市のラジオネームスージーちゃんよりいただきました、はい、最近交差点などで曲がる際にやたら大きく膨らむドライバーが多いです。狭い道に入る場合はまだわかりますが、隣の車線まではみ出してから曲がるのはもってのほかです。自己中心的な運転はやめましょうということで、ああ曲がるときにね、大きく膨らんで、ね、交差点での事故はねすごく多いですし、ね、まあ、確かにね、あの内側行きすぎて内輪差でね、あの乗り上げたりしてもダメですけれども ね、 そうですね、大きく曲がりすぎるのはね、はい、危ないですもんね。本当にこのような自己中心的な運転はね、こう事故になりかねませんので、うんうん、皆さん本当にこういう運転はやめていただきたいと思います、はい、スージーちゃんありがとうございました。ありがとうございました。番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしています。メールで安全アットマークベイ FM.co.jp まで、住所氏名年齢ラジオネームも忘れずにお書きください。ベイ FM のホームページ掲載された応募フォームからもメッセージを送ることができます。ベイ FM と校内電気産業は交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上ベイ FM リスナー安全運転宣言でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Show called Robin Okada's The Bayline.バスクヤマダラと岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベライン。さあこの時間はね、あなたが気になっているエンタメ情報ということで、ね、いただいております。はい、ラジオネームボンボン22号さんからいただきました。はい、大吾さんと、北川景子さんの結婚会見での婚約指輪の話は、はい、ハリー・ウィストン、ハリー・ウィンストンで、ウィンストンで、ハリー・ウィンストン、ハリー・ウィンストンで、しかも2カラット、推定価格2カラット、2カラットね2カラット難しいですね、2カラットって言わないね、 1.5 カラットとかね、1ハーフカラット言わないね、別に普通に1カラット2カラット続けて読みますね、はい、推定価格1000万から2000万というダイヤの指輪、大吾さんすごいなって、それが似合う北川さんもおーっと思っちゃいましたけど、ということで、いやね、本当すごいですねこれ。最近やっぱ芸能人の方の指輪の値段ってこうやっぱ予想されちゃうものじゃないですか。あれって分かりますか、予想というか、なんとなく、あ、これいくらだっていうふうにね、推定いくらっていう、あれなんか嫌ですよね、お金じゃないのにね。そうだよね、どこで買ってその大きさって言うとパッと皆さん分かっちゃうんですね。そう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 、やっぱりね、それどうなんですかね、うん、山寺さんは、ちゃんと婚約指輪、婚約指輪というか結婚指輪、婚約指輪、はい、あ、ありましたよ今回の話ね、はい、いや別に前回の話もいいんですけど知り合いが、はいはい、アクセサリージュエリストなんですよ。なるほど、おしゃれなやつだ。アクセサリーデザイナーなので、すごくお安くしていただいたんだけど、物はだからもう1個しかないやつをね。僕の結婚指輪もそうなんですよ、こういうのおしゃれ、ちゃんと作る、こういうのは欲しいなって、あんまり派手な派手な似合わないよ、地味な男だからさ、ったらじゃあ山ちゃんってこんな感じかなっつって、いやいや、じゃあこうどうって言って、婚約指輪も結婚指輪もそういうふうにして作ってもらう。芸能人みたい、そういうね、すごい、いや、たまたま友達がそうだったっていうことで、なんか自慢話みたいに聞かれたら嫌だな俺の好感度下がるから気にするタイプだからね。いやでもすごいですね、ロビンもね、ロビンなんかもう何億みたいなやつもらえるんで、キラリーってこう出してね、キラリーっつってね、やんないあちまろさんからいただきました。ありがとうございます。私が気になるのは山寺さんも出演してるすいません、こういうの選んじゃうんですね昭和元禄落語真珠です。これアニメですね、大人が夜中にゆっくり楽しめる作品ですね、山寺さんが、落語経験者っていう、落語系なんか人生から落語してしまったってみたいですよ落語研究会、ね、出身者っていうのは知ってましたが、はいはい、他の方々も、落語の経験者なのでしょうか。話に聞いてしまい、実際に寄席も足を運んでみたくなりました。この先も楽しみ、ありがとうございます。この間ねスペシャルだったんですけど、はい、僕は本当に一言しか出てなかったんですよ、来週からっていうか今週からかな、はいはい、今週からしっかり出てくるんですけども、これは落語を題材にした話なんですよ、はいはい、で今のから現代ちょっと前の話からさらに遡っていくという、落語家2人がね、天才の落語家がいて、それとね、弟子入りしてくる若菜とその娘がどうなるかみたいな話で、久保田晴子先生がね、本当コミックでも大絶賛されてる大人気で、そう映画化で
映画化じゃないアニメ化で、はいはいはい、読むとねほらこの人はすごい最高の落語家だっていうのを文字ではないんだけど、それ実際に声優がやるわけですから、そうかテンポとか、実際にやってしまうわけですから、落語家でもないのに、うわ、ね、で僕らの知見でずっとやってたんですけども、はいはい、あの石田明君はですね落語が大好きで、ずっと聞いてた、やるのは初めてのかな、でも声優として力がすごい、うん、関智一君もですね昔 BFM でね、いっぱい喋ってましたけど、彼はですね彼は何にもやってなかったです、たまたま落語家に一緒にやらないかって言われてちょっとやってみるって軽く弟子入りしてちょこっと教わっただけなんです。あ、そうなんですね。それなのにこの間長々とね素晴らしい長々とって言ってて、素晴らしい落語を披露した二人とも。すごいですね。いよいよ 今度の金曜日、まあ土曜日の朝といいますかね、深夜ですね、金曜日の私も落語をしっかりやっておりますんで見なきゃ、もう頑張ってます。じゃあ続いて読みたいと思います、ラジオネームキャンディスさんからいただきました、気になる芸能ニュースですが、今週はやはり芸能人の成人式ですね、二十歳を迎えたアイドルたちが綺麗な着物を着る姿は毎年見ても飽きません。自分の成人式を思い出すと式の後の中学校の同期会見て酔っ払って、ちょっといろんなことをしてしまった苦い思い出がありますが、ね、お二人はどうでしょうということで、僕は遠い昔なんて覚えてませんけど、ロビンさんは最近ですよね。そうですね、私は2年前で、ちなみに今年のその成人したハロープロジェクトのメンバーでいうとキュートの萩原舞ちゃん、ジュースジュースの金沢智子ちゃん、アップアップガールズの佐保あかりちゃん、そして先週ゲストで来てくれたビタースイートの田崎朝日ちゃんも。あ、そうか、朝日ちゃんも。ということで舞ちゃんもそうなのも。そうなんですよ。わちっちゃい時よく来てくれたよ。もう二十歳なんですよ、ね、キラリンレボリューションで。あ、そうだそうだそうですよ ね。いやでも私もねそのあの同窓会とか成人式の後の集まりみたいなのは行ったんですけど、はい、まだねこう年齢的に19歳だったので、こうみんながちょっとお酒飲んでる中飲めなくて、ああそうか成人式の集まりだけど、そうでみんなでこの後カラオケ行こうってすごいテンション高くなってる中、私は、ちょっと落ち帰るねって言ってすごくノリの悪い感じになっちゃったのが、たちょっとねなんか後悔、今年も行けばよかったもんね。そうですね、行っとけばよかったなと思うんですけど、誰って言われたりしたね。はい、さあこの時間ここまで、ね、他にも来てますんで後ほど紹介させていただきたいと思います。皆さんも気になるエンタメ情報は何でしょうか、教えてください。はい、メールは bayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp まで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。さあこの時間はですね、あなたが気になっているエンタメ情報募集中です。はい、メールはbayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。ハンドドッグのナンバーお送りしてますけどもね、あのボーカルのね大友康平さん、まあ私と同じ宮城県の塩釜市出身ということで、あの成人式の時ね、塩釜の成人式サプライズ登場、中村明市長がね皆さんにプレゼントがあります、私あの新春対談であの市のお知らせではね私が表紙飾ったんですよ、その塩釜市長と明市長が二人対談してするとなんと康平さんが現れてこれを歌うという、これはみんな鳥肌立ったろうなと、ね、私も想像しましたけどね、大学でも先輩ですから康平さんは、はい、お送りしたのはハウンドドッグフォルテシモでした。さあ本日ベイ FM では4月に文化村オーチャードホールとパシフィコ横浜で行われるボブディランのコンサートチケット番組先行予約を受付中でございます。昨年74歳となったロックの神様ボブディラン、今でも世界各地でライブツアーを行い、ここ日本で2010年と2014年に行った来日公演、奇跡のライブハウスツアーとして伝説化されていますね。そしてこの春実に15年ぶりとなるホールツアーが行われます。果たして今回はどんなパフォーマンスを見せてくれるんでしょうか。前回見た人もまだ見たことがないという人も見逃せないプレミアムなライブです。ベイ FM 主催ボブディラン来日公演、日程は4月4日月曜日、5日火曜日、6日水曜日、そして18日月曜日、19日火曜日、25日月曜日、26日火曜日、4月の4、5、6、18、19、25、26、こちらが文化村オーチャードホール、そして4月28日木曜日はパシフィコ横浜、開演時間は午後7時です。料金は S 席16,000円、今回の先行予約は S 席のみの受付となります。はい、今日は16日からの一般発売に先駆けて皆さんのためにいち早くチケット予約を受付中です。
受付電話番号は、音声自動ガイダンスによる受付ですので、トーン信号の出る電話からお願いします。受付の最後に予約番号や引き取り期間、場所などの情報が伝えられますので、お電話をかける前に必ずメモの準備をお願いします。なお、お申し込みはお一人様4枚までとなります。それでは受付電話番号です。0570-04-8899 0570-04-8899。受付は本日夜10時を予定していますが、日程ごとに予定枚数に達した段階で受付終了となりますのでご了承ください。なお、ベイ FM のホームページからも直接予約ができますので、パソコン、モバイル端末から申し込みたいという方はぜひチェックしてください。このチャンスにぜひチケットを手に入れてくださいね。 The Bayline Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Your call Robin Okada's The Bayline.バスガイブダルと岡田ロビンショークでお送りしているザ・ベイライン。エンタメ情報ねたくさん来てます、紹介しましょう。エヌタさん、いつもありがとうございます。サッカーが気になるということで、今週の11日全国高校サッカー選手権決勝戦、東福岡対国学院久我山、5対0で東福岡が17年ぶり3度目の優勝ね。高校サッカー今年も熱い戦いばかりでしたね。でもラグビーも盛り上がった、高校バレーもです、いろいろありましたけどもね、今日からはサッカーでいうとね、日本代表がオリンピック出場をかけた最終予選スタートです、ということなんですけども、僕はこの高校サッカーで記事読んで、はい、東福岡のマネージャーの葛藤という記事を僕読んで、ちょっと傾向ありで、ちょっとお酒入ってる時にたまたま電車の中で読んだんですよ。もう泣けてきちゃって、恥ずかしくなっちゃって、よしこのことをツイッターしようと思ったんだけど、はい、酔っ払って次の日見たら、いやこれやめとこうって、ちょっといや僕もねマネージャーだったんで、はい、あそっか、ね、で男子でマネージャーって、ね、やっぱりね、はいはい、いろいろ思うとこあると思うんですよ。そうですよね、まあ役割はねそれぞれあると思うんですけどね、僕も練習を仕切ったりとかいろいろあったんだけど、これでいいのだろうかっていろいろ思ったりね。でもその記事だと、ね、トロフィーをお前たちのおかげだ持ってって言われて、いや君たち2人いるんだけど、2人を日本一のマネージャーにできてよかったっていうふうに選手たちが言ったっていうのを聞いて、もう俺電車でボロ泣きしちゃって酔っ払ってるし、俺もでも後輩にね、いや俺なんかね偉そうにしてごめんなって言ったら、いや先輩がいていろいろモノマネとかして盛り上げてくれたから頑張れたんですよって言われて、はい、そんなことありました。すいません。さあこの後ホットラインですけども、お正月で太ってしまった皆さんね多いと思いますけどもね、そんなおデブの言い訳をやめたら綺麗に10キロ痩せましたの著者蓮見香音さんに、太る人の言い訳などなど聞いていきたいと思います。はい、そこで5時台は言い訳というテーマで募集しています。皆さんぜひぜひメールたくさん送ってください。 bayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Your call Robin Okada's The Bayline.時刻は午後5時を回りました。バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ、5時の頭は、ね、いつものようにこのコーナー、話題の人や場所と電話をつなぐホットラインです。はい、まあね、お正月太りというね言葉がありますけれども、まさにね、そういう風に感じている方多いと思いますそのアンケートによりますとですね、75% の人がですね、はいはい、正月太りによる体重増加を感じていると、まあおよそ2キロぐらい増えたっていう風にね答える人が多いそうです。お正月どうですかという、いや、やっぱ食べちゃいますもんね、アンケートでね、そこで今日はですね話題の本、おデブの言い訳をやめたら綺麗に10キロ痩せましたの著者蓮見香音さんに、痩せるためのコツいろいろ伺ってみたいと思います。呼んでみましょう。蓮見さん。はい、あ、もしもし、蓮見です。蓮見香音です。どうも初めまして、よろしくお願いいたします。バズーカ山寺です。岡田ロビン翔子です。はい、すごい楽しみにしてたんですよ。蓮見さん、そうなんですか。私あの毎朝、おはスタ見てまして、毎朝山ちゃん見てます。あれ、香音さんって小学生？感激です。小学生じゃないんですけど、私が小学生レベルなのか朝一緒に踊ってます。ありがとう
嬉しいですよ。映画もたくさん吹き替えで見てるので、多分ほとんど見てると思います。うわ、テンション上がった俺も。嬉しいわ。山ちゃんの顔が赤くなってる。いやいや、照れくさいやら嬉しいやらで、ありがとうございます。こちらこそ。そんな風に言っていただけるとね。ということで今ね、もう蓮見さんが書かれた本がもうこれ、うん、もう非常に話題になってるということなんですけれども。ありがとうございます。ね、普段は蓮見さんはどんなお仕事をなさってるんですか。うん、ですね、うん、生大根1センチダイエットとか、うん、リトイレダイエットとか、うん、本で知っていただいている方も多いと思うんですけれども、はい、簡単に言うとですね、うん、ダイエットの先生をやってるんですね。専門家でいらっしゃるんですよね。そうです。実は、ね、ただ痩せるだけじゃなくて、うん、こうバストアップもできるようなバストアップの研究をやってるんですね。ちょっと今ロビンがですね急に食いつきましたよね、モデルさんとかされてるとやっぱり気になると思うんですけど、ね、ぜひ聞きたい、ね、そちらも謙虚ボディアイドルとして売ってるんですけどそうですね、お腹ぽっこりの人とぺったんこの人とか、バストがぷっくり綺麗な人とちっちゃい人、それから足が太い人と細くて綺麗な人って何が毎日の生活でどこが違うのかと、なるほど、何を食べてどんなケアをして毎日何考えてるのって、どこが違うのっていうのをずっと16年間データを取り続けてきたんですけど、16年間、それでもうなんで太ってるかとか分かるようになっちゃったんですよ。あら、すごいすごい、もうまさにエキスパート、ありがとうございます、ね、それで、うん、そういったその体型とか体重に悩んでる方にアドバイスするようなお仕事を、うん、なるほどね。じゃあ実際直接カウンセリングとかもあるわけですね。そうです ね、個人カウンセリングが主なんですよね。なるほど。蓮見さんのところに来られる方ってどんな方が多いんでしょうか。いろんな、ね、悩み持ってる人多いと思うんですけれども。そうですね、私のサロンはですね、痩せたいだけじゃなくてバストアップもしたいっていう方が多いんですけれども、はい、本気で痩せたい、今度こそとかいう方が多いんですね。もうすぐ30歳、40歳、50歳とか節目の方だったりとか、結婚式まであと3ヶ月なんとかしてくださいとかですね、どうしても記念写真綺麗に撮りたいとかですね、あとはですね、ダイエットだけじゃなくて痩せてるんだけどバストがちっちゃくって恋愛に芯が持てないとか、赤ちゃんが欲しいんだけど太ったままになるのは嫌だとかですね、いろんなパターンがあるわけですね。そうですね、理由は様々なんですけ ど、こう自己流を卒業して綺麗になりたいっていう方が多いです。なるほど。そのうちですね、あれですよ、もうすぐねライブで露出の高い衣装を着るんでとかジャケ写があるのでもうちょっとなんとかっていうアイドルが行くかもしれませんから、その時もよろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、いやもう全然私こそ教えていただきたい、ね、でもじゃあいろんなねやり方があるんですね、はい、そうですね、その人によって違うということですね。うん、個人的に、お話を聞くのをメインで、やってるんですけれども、サロンではですね、基本的には、基本的に悩みの状況を聞かせていただいたり、お体の状況を、いっぱいメジャーで測ったり、写真撮らせてもらってデータたくさん撮るんですけども、とにかくお話を聞くことにしてるんですね。太ってて嫌だとかお腹足がどうぽっこりでとか太いとかバストアップしたいとか皆さんおっしゃるんですけど、まず一番最初は、お食事、食事のリサーチ、やっぱり食事大きいんですね、はい、やっぱり食べ物です。そうですよね、はい、で毎日の食事の状況を4日分記録してもらうんですね、はい、4日でいい、4日間、はい、で何をいつどれぐらいの量食べたり飲んでるしてるのかっていうのを書き出していただくんですよ。なるほど。はい、でそれを見ながらですね、まずですねアドバイスすると思うじゃないですか、アドバイスじゃなくてなんで太ってるんだと思いますかって聞くことにしてるんですね。あ、自分で考えると。そうです。そうすると、お菓子食べちゃうしとか言って食事のバランス良くないんですよねとか、みんな大抵太る理由分かってるんですよ。自分で分かってるのね本当は。そうです。でもそっからですね、でもでもっていうのが始まるんですよ。言い訳っていうやつですね。でもでも言い訳言い訳したくなる、ね、今回のこの本のタイトルにもなっているおデブの言い訳が始まるわけですね。そうです。ただ言い訳っていうとなんか心苦しいとか言っちゃいけないことみたいに思うじゃないですか、でもそれをとにかく言ってもらうことにしてるんですね。一遍吐き出してもらう、そうです、そうです、そうです、吐き出すことが大事、出さないと痩せないんですよ。なるほどね。そう、太る考え方をしてるってことに気づいてもらうんですね、はあ、自ら、
そう、自分で気づいてることが多いんですけど、そういうの言えない人が多い、言ったことがない人が多いんですよ、すみません、例えばですね、その言い訳って具体的にどんなことを言うわけですか、もうじゃあ吐き出してもう全部言ってしまいなさい、気づくと気づ、自分で気づいたこと、どういうふうに言い訳っていうの具体的に、あのお菓子食べちゃうんだけどとか、そうするとお菓子大好きな人多いんですけど、ちょっとだけなら太らないかっこはずとかですね、ちょっとだけならという、先生チョコだから買わないととかですね、いただき物だから断れないんです、あ、いただき物だからね、美味しいよって言われたらね、目の前でいいですとは言えないという、そうです、そうです、それ染みついちゃってる、食べちゃう、食べちゃう、例えばあと良かれと思って、そう、健康番組とかでたくさん見た時に、その栄養はたくさん取らなきゃいけないよねって言って食べることを考えちゃう、健康オタクの方だったりとか、外食は太るから自炊でって言って、そのレシピ通りに作っちゃって、そう、どん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 こう、あれもこれもたくさんレシピ通りに作るとすごい量になってくるんですね、なるほど、量が、ね、少ないよりちょっと多めに書いてあるのかもしれないもんね、必要以上にね、ああ分かるような気がします、そうなんです ね、いろんな食材がいいって言うとね、全部食べちゃうと全総量が多くなっちゃう、あ、そうなんですね、トータルの感じが、こう量が意外と自分が思ってる食べてるってことが多いことがやはり多いですね、ね、蓮見さん、はい、そしてね、今ねこの時期ですから、お正月太りを気になさってる方多いと思うんですけども、はい、やっぱりそうお正月に食べちゃってって言い訳する人も多いですか、今1月でもうレッスン始まってるんですけど、皆さんいらしてて、はい、1、2キロ太ったっていう方で、一番多いんですけれども、1キロランキング第1位はですね、こう、まあ、3位まであるんですけど、お正月だから、はい、連休だから特別だから食べちゃったっていう方ですね、この時期ぐらいはいいだろうと、なるほど、お正月だから、お正月だから、週末だから甘いもの食べてもいいとか、週末だけ夜更かしてもいいとか思ってる感じの人かは、お正月結構やっちゃった人が多いと思うんですけど、なるほどね、週末というのが今度年末年始に来るとさらに拡大する、そうですよね、そう、連休も重なりましたし、で週末デブノさんって呼んでるんですね、週末デブノさん週末デブノ、週末はいいみたいな、あとね結構多かったのが、残したらもったいない、残飯デブノさんですね、え残したらもったいないっていうのが結構多かったです、おせちの残り食べてましたとか、お餅食べちゃいました、 あと多かったのは、いただき物が家にたくさんあって片付けなくちゃって、ね、食べなきゃ、なるほどね、この時期に整理しなきゃとね、はい、みんな集まるし、はい、この時期だっつってね、一緒にガーッとみんなで行っちゃうってあるかもしれません、そういうやっぱりそういう考え方をまずなくすってことが大事なんですね、そうです、太る原因っていうのを、やっぱり自分でも分かってはいるんですけれども、こうダイエット方法の前にその太る理由、太る原因っていうのをなくさないと痩せづらかったりとか、体重が痩せても綺麗じゃない人が多いんですよね、なるほどね、はい、結局いくら頑張っていろんなことやったとしても入れる方をねずっと同じにしてたら、意味ないですもんね、せっかく頑張っても太る原因が残ってたらダメだし、痩せちゃっても結局戻っちゃうんですよね、なるほどね、はい、そんな時にどうしたらいいかっていうことがこの本の中にはいろいろ紐解かれていると、いやーすごいですね、食べたものとかを食べたり食べ過ぎてたりとか思う人が多いんですけど、その、まあ、綺麗な体型になりたいっていう時にそのあの偏りっていうのをこう考え方から変えていくと綺麗になれるんですけど、私自身はやっぱり書き出してみたら結構食べてたっていうおデブだったんですけど、なるほど、書き出してみて、じゃあもちろんこの本もそうですけど、蓮見先生のところ行ってね、これまでいろんなことやったけどダメだったっていう人が蓮見先生のところで綺麗になったって方多いんじゃないですか、あ、結構簡単に綺麗に痩せるんですけど、簡単に綺麗に簡単に綺麗は世の中ありえないと思ってましたよ、我々は、すごいですね、はい、ビシビシ指導しますので、ああ、そっか、今は優しいけども厳しく教えてくれるんだ、山田さん、最後に私ちょっと聞いていいですか、ロビン、はい、ロビンから先生に、ちょっと本当最後にバストがアップする方法を簡単にちょっと本当ラジオで簡単に先生言えないだろう、バストがアップするちょっとどうにか、私ちょっと切実なちょっと悩みです、切実なの、はい、そんなことないでしょ、本当に、細かく聞く時間がちょっと今はないので、でね、また今度お聞きしたいんですけれども、ね、まずですね、お腹の調子を良くするためにちゃんと出すこと、お腹の調子腸と関係、腸とバスト関係あるんですか、関係あるんですか、はい、バストが B カップ以下っていう方は、うん、一人前の食事が食べれてない栄養不足の方が多いんですね、なるほど、ちゃんと食べれてないってことですね、そうなんです、バストをかなり綺麗にふっくらさせようと思ったら、バストアップする食事っていうのをかなり
普通の人以上に食べないといけないんですね。でも食べるとちゃんと大きくなるんですけど、うん、お腹の調子が良くないとダメなんですよ。あ、そうな、お腹ぽっこりだとバストアップはできない。え、悪いの調子あんま良くないです。お通じが良くないとか、あの食事しててもちょっとこう食べるの辛い時があるとかいう状態だと、まずはお腹の調子を改善して、ちゃんと食事を取れるようにするとバストアップできます。なるほど。いや、もう勉強になります。50歳の方、60歳の方でもバストアップするの、60歳ってバストぜひぜひ。先生すげえな。すごい。ぜひぜひできます。私バスト10センチアップしたので。はい、羨ましい。その代わり下っ腹マイナス10センチです。うわ、ちょっといいことすぎる、ね、はい、やっぱりちゃんとね、プロの方にちゃんと指導していただくと、本当に勉強になりました。ね、今日の本当にロビンが一番ためになったっていう。すごい、もう、ね、本当に勉強になりました。で、まずはね、じゃあリスナーの皆さんもね、なかなかね、先生と直接伺ってるもね、そうですね、難しい方の場合はこのおデブの言い訳をやめたら綺麗に10キロ痩せました、まずここから入ればね、で、先生はね、他にもいろんなダイエット法のね、本を出されてるんですもんね。そうですね、はい、簡単で普段の生活を綺麗な人と同じように変えていくと綺麗になりますよっていう簡単な本がたくさん出てますので、帯に先生の素晴らしいプロポーション、いや、もう綺麗、はい、いや、本当に今日はいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。はい、おデブの言い訳をやめたら綺麗に10キロ痩せました、の著者のですね、蓮見香音先生にお話を伺いました。こちら角川から絶賛発売中ですので、皆さんぜひ参考にしてみてください。はい、さあ今日のホットラインね、今蓮見先生にいろいろとお話を伺いましたけどもね、最近痩せるといえばエクササイズ、はい、ズンバというラテンのステップをベースにしたヒップホップや格闘技の動作を入れたダンス、これ流行ってるそうです。ちなみにズンバっていうのはスペイン語で速い動きで楽しむ、これをズンバ、なるほど、という意味だそうですよ。そのエクササイズにもこの曲が多く使われています。それではお送りしましょう、 LMFAO パーティーロックアンセム。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、この時間はですね、みんなの言い訳で募集しております。あなたがした言い訳、それからね、逆にされた言い訳などなど教えていただけたら嬉しいです。はい、たくさん来てます。紹介しましょうか。ラジオネームズートルビから始まるさんからいただきました。はい、僕は昔から甘いものが好きで、このままだと糖尿への道一直線と思い、甘いものを控えると同時に、普段飲んでいるコーヒーをノンシュガーにして20年以上経ちました。おっさんになった今でもコーヒーは甘さを控えてるからとか、食べるのをやめたらストレスがたまるからとか自分に言い訳して、今でも時々甘いものを食べてしまいます。ということで、まあね、大丈夫な範囲だったらね、そうですよね、甘いもの欲しくなりますものね。うん、しょうがないですよ、甘いものはね。ね、はい。でもその考え方がっていうのさっきね、蓮見先生に言われましたからね、難しいんですけどね、この辺のさじ加減がね、そう、お砂糖だけ、甘いものだけにね、さじ加減、あ、うまい山ちゃん、うん、大してうまくないです。カノンパパさんからいただきました、ありがとうございます。はい、初メールです。あら、嬉しい。言い訳ね、家で毎日晩酌してるんですが、嫁や娘と大事な話をした時に限って次の日そのことを全く覚えていない。あら、なんでですかね。なんでだ。数日後、嫁や娘にこの間それ話したでしょうと言われ、飲んでたから、そして飲んで寝たから覚えてないと頻繁に言い訳をしています。これよくこれでも大人の方は多いんじゃないですか。はい、私もよくありますね。なんだろうと、全然聞いてない、聞いてないわけじゃない、ちゃんと聞いてる、相槌もしてちゃんとな、でも覚えてないこと多いですね。あ、確かに山ちゃんたまに同じ話してますよ。それさ、早めに言ってくれるから。あ、話し出した瞬間、早めに、そう、どこが一番ベストなんですか。あの、泳がせないで、あの甘いやつ、これでね、こんなことあって、あ、それ聞きましたっていうのも、ちょっと失礼じゃないですか。だってそういう時、いや、僕はね、僕もあるんですよ。何が理想ですか。ちょっと何か話すでしょ、ロビンが。なんか、はいはい、ライブの話があって、いや、昨日ね、あのライブで私、あの立ち位置間違えちゃって、で、なんか、あ、それ言ってたもんね、前ね、言ってたもんね。なるほど。あ、どうだったんだっけ、どうだったんだっけ。あ、傷つかない。どうだったんだっけ。で、私がこれだよ。うわ、上手。あ、そう言ってたよねとか、あ、そう言ってたよね、どうしたんだっけって、ちょっと忘れてるからもう一回話して。あ、でだって自分は聞いたけど周りの人聞いてないかもしれないでしょ。そうかそうか、まあ、同じメンバーの時はみんな迷惑だから早めに止めた方がいいんだけど。
あ、言ってたよねがいい、言ってたよね、めっちゃいいですね、言ってたよねだよ、でどうだったんだっけって、あ、いや、あ、で気づいたら、あ、言ったっけ、あ、じゃあいや言ったもんね、それで終わるともう一回、いやもう忘れたからって本当に来ないんだったら本当は知ってんだけど傷つけないようにしてたんだなって分かる、あ、わ、すごいすごい、いいね、そういうテクニック、なちょっと勉強になりますね、勉強、うん、じゃあ続いてラジオネームふなっちーさんからいただきました、うん、美術の専門学校に通っていた娘の言い訳にギャフンと言わされたことがあります、課題になかなか取り組まずベッドで布団をかけて目を閉じていたので、うん、起きなさいと声をかけたら、うん、目を閉じたまま作業中構図が浮かんでる、邪魔しないでと、その後寝息を立てていましたが提出日には間に合ったそうですこれあるあるですよね、いやそれね、いろんな状況でね、テレビ見ながらこう寝てるやつ、もう寝てる、布団で寝ろって言うと目つぶってただけだもん、そうそうそう、音聞いてるもん、ちゃんと私よく言ってた、ね、今ちょっと考えてるからみたいな、ね、絶対寝てたね絶対寝てたのに寝てないっていうってね、ありますよね、構図が浮かんでた、そうそう、そこまで言うと素晴らしいですね、素敵な言い訳、はい、青い空さんからいただいて18歳からいただいて、ね、ありがとうございます、小学校5年生の時遅刻をしたので、うん、先生に、先生すいません、あの僕あの寝てて、あの寝相が悪くて目覚まし時計を蹴ってしまい時計を壊してしまったんですという言い訳を5年生でしたら先生にふざけんなって言われましたそれだけです、それだけ、それ以上です、遅刻の言い訳ってね、いろいろ ね、 考えますよね、いろいろあります、僕よくね、いろいろ言い訳しますよ、歯医者さんに行ってね、遅刻したりとか、帰り長引いちゃう、忘れてただけなのにねいろいろね、僕の先輩で、声優の先輩でね、言い訳の達人がいてね、あれこの話俺何回もしてるよね、この番組でね、もうしない方がいい、あの蜘蛛の巣に引っかかってるおばあさんを助けてて遅れましたとかね北風が強くてとかね、言う人がいたんです、それやばいですね、じゃああれです、そんな遅刻の言い訳でメール来てますよ、ラジオネーム右京さんからいただきました、我が社に入社した新入社員、首都圏の某有名私立大学の武道系体育会、体育会部活動の首相経験者と期待のホープだったんですが、うん、遅刻常習犯、うん、電車が止まってましての言い訳、同じ路線の同僚が普通に出勤しているのになぜその言い訳、それに今時電車の遅延の情報なんてネットですぐ確認できるのに、なんて来てますよ、そうですよね、本当に、まあ、遅刻ってのはね、まあ、ある、まあ、ね、あるけど言い訳がないです、まずひたすら謝るとこから、そうですよね、で遅刻すいませんの前に、いやもうね、大変あそこあそこでね、もう通行止めでさ、と参ったよとかから始めちゃダメだね、それまずすいませんでした、もうどんな理由であれ申し訳ありません、謝ることが申し訳ありませんね、本当ですね、うん、私もこの間全く同じことやっちゃいました、すいませんちょっと電車が遅れててって言ったら、同じメンバーの子が同じ電車に乗ってて、その子は普通についてるから、わらべんってマネージャーに怒られて、じゃあね、やべですね、ちょっと気をつけないと、こういうのは、うん、ちゃんと謝ろう、謝りましょう、でもあの面白い言い訳募集中です募集中です、どんどん送ってくださいはい、はい、皆さんアドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。 Bay FM Shopping Island Bay FM オリジナルのショッピングサイト Bay FM ショッピングアイランドでは、 Bay FM の DJ や番組が厳選したこだわりの美味しいものを、パソコンや携帯電話の Bay FM 公式サイトでいつでもどこでも買うことができます、はい、さて今日ご紹介するのは JA 多古町の大和芋です。千葉県は農業が盛んだってことは皆さんね、もちろんご承知だと思います。落花生や梨はもちろん、ほうれん草、カブ、大根、ネギ、枝豆など全国一位のものが本当にたくさんあるんです。そこで今日ご紹介するのは JA 多古町の自慢の品、大和芋です。日本有数の大和芋の産地、千葉県の中でも最も代表的な産地が多古町というのは皆さんご存知でしょうか。この多古町の大和芋はすりおろしてもお箸でつかめるほど粘りが強く、しかもきめが細かいのが特徴。東京の有名料理店などから指名で使われるなど、その味やコクは高い評価を得ています。また大和芋の粘りには今注目の成分ムチンが含まれているため、良質のでんぷんタンパク質、あ、他ですね、含まれているほか、その他にも良質のでんぷんタンパク質、ミネラル、ビタミンなど様々な栄養素が入っていますので、昔から最高のスタミナ食としても人気の高い食材なんです。食べ方もですね、すりおろしてとろろにするのはもちろん、卵焼きやお好み焼きに入れるとふわふわの食感になります。
海苔で巻いて磯辺揚げ、お味噌汁に入れても OK と、いろいろな料理に活用できて美味しくいただけますので、まとめ買いしても大丈夫です。しかも2キロで2100円と、とってもお買い得な価格になっています。粘りとコクが自慢のこの大和芋を、ぜひいろいろなお料理でお楽しみください。この JA タコ町の商品やベイ FM グッズは、ベイ FM ショッピングアイランドのページからご覧いただけます。詳しくは携帯サイト、またはパソコンのベイ FM 公式サイトからチェックしてみてください。たくさんのアクセスお待ちしてます。 The Bayline Bay FM 78 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。ザ・ベイライン、この時間はね、言い訳メール皆さんからいただいております。はい、ロビンお願いします。ラジオネーム魅惑のターゲットさんからいただきました。私は高校生の時によく遅刻をしていました。まだ遅刻ですうちの高校はとても厳しかったので、遅刻するたんびに反省文を原稿用紙1枚分も書かされます。その内容は反省文と言えるものではなく、ほとんどが言い訳。毎週書かされていたこともあり、入学当時に1時間かかっていた反省文が卒業する頃には5分で埋められるようになりました。言い訳はすればするほど上手くなることを学んだので、今は言い訳しないように気をつけてます。上手くなっちゃう ね。確かにこうずっと言ってるとね、もう口がスラスラなんか嘘をなんかで言えるようになっちゃったりとかしますからね。あ、その自覚がロビンもあるんですかあなた。いや、たまにありますよ。まあ ね、アイドルも10年近くもやってる、 10年やってるとね。そうなんですよね。そうですか。勝手に口が動いてる時ありますから ね。でも勝手に口が動いてる、すごいなあんた、自動言い訳機いや言い訳、まあ、常にそんなね、たまにしかしないですけど。いや、気づかなかった、そうだったんだ。言い訳だった言い訳っていうか、まあ、あのね、まあ、言い訳見苦しいのもあるけど、でもね、しなきゃいけない時もあるし、した方が番が和む時もね、言い訳すらもしないといいや、別に何も言わない、うん、すいませんでしたで終わるよりもね、いや、まあ、ここでこうだったんです、あ、そうっていうのあるしね。そうでも自分に言い訳することもあるよね。あ、どういうことか。まあ、まさにこのダイエット系のやつとかっていうのは自分に言い訳じゃないですか。そっか、食べちゃったことの、うん、僕はでピアノ弾き語りやるようになりたいと思って、はいはいはい、ピアノ教室に自ら通うようになったんですけども、すごい、だんだん行かない言い訳を自分の中で考えて、すいません、ちょっと急な仕事入っちゃってって電話してね、自分から やるっつって月謝払ってんのに、俺なんで言い訳してんだろうと思って本当だ。あとね、あのトレーニングしなくてもいい言い訳を自分で考え、今食べたばっかりだかる、お腹空きすぎてるから、わかる、ちょっと調子寝不足だからとか、ね、そう、うん、いろんな言い訳。あ、そうだ、皆さんの紹介したいですね。浜ちゃんからいただいております。ありがとうございます。うちの妻と娘が先日実家の会津若松に帰省した時のお土産にママドールをたくさん買ってきてくれたので、はいはい、美味しくて止まらなくなってしまい、娘に父ちゃん食べ過ぎじゃねと言われましたが、いやいや、せっかく買ってきてくれたんだから、それに賞味期限が短いしと言い訳をして、息子2人と一瞬で平らげましたママドールな、美味しい、まあ、知ってんの。知ってます、私先日ファンの方にいただいて、すごい美味しいですね。あれ昔から好きですけどね、あのこういうやつ、こう、ね、柔らかい白あんっぽいやつ、ちょっとこのバニラとミルクの香りがね、そうそう、まろやかな、ママドールね、食べたくなっちゃう。続いて初メールです。名前は書いてないんですけど、言い訳というか、男の人って何か聞くとすぐに違うんだよっていうのはなんでなんですかね。ほうほうほう、って来てますよ。これやっぱ山寺さんどうですか、そうやって言いますか。いや違うんだよ、あの俺の言うとか言わないとかじゃなくて言ってる、確かにこういう人多い、まあ、みんながみんな言うわけじゃないし、女子だって言う人はいるけど、あ、男の方が多いか、否定から入るって言いますね。あ、言い訳からなんとなくね、それね、一番やっちゃダメだよ。そうですか。ダメですよ。なんか相談したことに対して、まず一回女子が言ったことが分かんなくても、そうだよね、何々ちゃんが思うことが正しいと思うって、まずこう言ってから言ってほしいな。なるほどね。その自分のことじゃなくてもね、自分、そうあなた何々でしょって、いや違うんだよじゃなくて、そうじゃなくてね、私ってこうなの、こういうことあったの、こうなの、いや違うんだよ、お前の考えだったら違うんだよって、真っ向から否定するなってこと。そうです、それ一回飲み込めと、飲み込んでほしい、本当に。いやいや分かんない、何今再拾おうと思っても大したこと言わなかったからそれができなかったね。ごめんなさい、ごめんなさい。もう一個いいですか、いきましょう。はい、こちらですね、あ、この方も遅刻系かな、キャンディスさん、ありがとうございます。キャンディス高校時代のこと、だいぶ前のこと、まあ、そう
ですよ、うん、県立高校受験日は在校生は3日間休みになるので友人連れて新潟の親戚のロッジにスキーに行った時のこと。あら、ね、まあいいね、スキーな、ね、夜行の上野から夜行の自由席で行くために早めに上野で待っていたのですが、うん、列車が来ても友人の一人が来ない。グループで行くのにね、発車時間になっても来ない。で携帯とかもその時ないから確認しようがなく、もう残して行った。あ、行っちゃった。他のメンバーで行きました。あら、ただ、到着後に翌朝その友人から電話があって、早めに来てたんだけど、発車までだいぶ時間があったんで、上野駅でね、はいはいはい、山手線で一周してたら出発に間に合わなかったあの時間潰しにも程があるよ、ね、あれ一周どのぐらいですか山手線で。1時間ぐらいかかりますよね。1時間以上だよね。1時間ちょっと、1時間ぐらい私もやったことあるけどいや、待って一周ぐらいは乗ってみたかったの。そうそうそう、乗ってみたくて、それカクカクこっくりこっくりしてしまってしまって、そう、あの、まあ、ちょっと寝たいなと思って、あ、寝るために寝るために、やったことはあるけど、とにかくそれは発車までの時間潰しで、あら、山の線一周してたら出発に結局間に合わなかった、最終だったのかな、どうなんですかね、その後朝一番の特急で現地に来た友人の第一声、カッコつけて言い訳はしないよ当たり前だっちゅうんだよ逆にどんな言い訳できるもんなしてみろ、謝るのは先だろうと友人一同で大激怒したのは言うまでもありません。あ、ね、そんな彼にも優しくスキーを教えてあげたのは私ですと、ね、優しい、言い訳はしないよいや、しないのが当たり前、一周回ったってね、すごいですね、ね、すごいです ね、まあ、もう途中で早めに帰ればいいけどね、真ん中まで行っちゃったらどっちかって同じで、もう一周するしかないですからね、悩みますねあれ、うん、いやさあ皆さんもですね、どんな言い訳をしたことがありますか、どんな言い訳をされたことがありますか、自分への言い訳したことありませんか、うん、はい、ぜひ教えてください。メールは、ベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。ベイライン、この時間は皆さんから言い訳メッセージをお待ちしております。どんな言い訳をしたでしょうか。はい、ベイラインアットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。はい、やはりで言い訳ではこの曲ですよね。ご本人の前で、つんくさんの前で僕も真似させていただいておりますシャランQ、言い訳でした。はい、さあ本日ベイ FM では4月に文化村オーチャードホールとパシフィコ横浜で行われるボブディランのコンサートチケット番組先行予約受付中です。はい、昨年74歳となったロックの神様ボブディラン、今でも世界各地でライブツアーを行い、ここ日本で2010年と2014年に行った来日公演は奇跡のライブハウスツアーとして伝説化されていますね。そしてこの春、実に15年ぶりとなるホールツアーを行われます。果たしてどんなパフォーマンスを今回は見せてくれるんでしょうか。前回見たという方、そしてまだ見たことがないという方も見逃せないプレミアムなライブです。ベイ FM 主催ボブディラン来日公演、日程は4月4日月曜日、5日火曜日、6日水曜日、18日月曜日、19日火曜日、25日月曜日、26日火曜日と4、5、6、18、19、25、26、こちらが文化村オーチャードホールです。そして4月28日木曜日はパシフィコ横浜、開演時間は全て午後7時となっております。料金は S 席16,000円、今回の先行予約は S 席のみの受付となります。今日は16日からの一般発売に先駆けて皆さんのためにいち早くチケット予約を受付中です。受付電話は音声自動ガイダンスによる受付ですので、トーン信号の出る電話からお願いします。受付の最後に予約番号や引き取り期間、場所などの情報が伝えられますので、お電話をかける前に必ずメモの準備をお願いします。なお、お申し込みはお一人様4枚までとなります。それでは受付電話番号です。0570-04-8899 0570-04-8899。受付は本日夜10時までを予定していますが、日程ごとに予定枚数に達した段階で受付終了となりますのでご了承ください。なお、ベイ FM のホームページからも直接予約ができますので、パソコン、モバイル端末から申し込みたいという方はぜひチェックしてください。このチャンスにぜひチケットを手に入れてくださいね。 The Bayline
Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline. さあ、言い訳メッセージ来てます。お子さんの言い訳。うん、お子さんの言い訳。ね、豆太郎さん。3歳の息子におもちゃを片付けるように言った時の子供の言い訳、うん、大泣きしながら、お母さんが見てるから集中できないと言われた。イラッとするけど可愛い。可愛い。集中的に見てなければできるのに。3歳。ライフトラベラーさんからもいただいてますね。6歳の息子、お風呂が嫌いなんですが、うん、いつもお風呂入ろうってお父さんね、この方が言うと、うん、ご飯食べてても、お菓子食べてても、ゲームしてても、寝たふりをします。無言の言い訳を態度でやってきます。まあ、抱っこしてすっぽんぽんして入れちゃうんですけどね。入ったら入ったで楽しそうにしてるんですよ。ね、かわいい。お風呂入ろうと。ゲームしてた。バレバレ。バレバレ。バレバレですね。ねちょっと続いて、はい、いいですか。ラジオネーム、はい、タンヤオさんからいただきました。うん、妊婦の言い訳、うん現在実家にいますが、夕飯で苦手なものが出た時に、あ、ちょっとつわりが。と言って食べるのを回避しています、子供のためにとなるべく何でも食べるようにはしていますが、うん、多少の甘えは許してください。いや、それそれ妊婦さんは全然大抵のこと許されるでしょ。本当ですよね。妊婦さんは大丈夫ってなりますよね。なりますからね。ああ、こちらも紹介しましょう、アリチャンスさん25歳の女性ですね、うん、ありがとうございます、ロビンちゃんこんばんは。こんばんは。いつもロビンちゃんのファッションなどを参考にしています。大好きです。嬉しい。大丈夫ですか。ちょっとやばっちゃん、私が最近地についた言い訳、今年の初詣は家族とではなく今お付き合いしている彼と二人で行きました。あら、ほらいい、ね、その帰りにその帰りばったり家族に会ってしまい、自分の腕を組みながらイチャイチャして歩いてるところを見られてしまいました。いやあら、どうするの。帰宅すると父から、あんなにくっついて今時の若いやつの付き合いは、厳しい言葉が飛んできました。お父さんだから、娘と、自分の娘が彼氏とちゃんと紹介もしてないみたいだってね。そこで私は言い訳です。あの、左足が寝違えて痛かったから彼に支えてもらいながら歩いてたのと、よくわけのわからない言い訳をしました。無理がある。いちゃついたところを見られるのはやはり恥ずかしいもの。今度は彼とのお付き合いを認めてもらって、彼も含めて家族みんなで初詣に行けたらいいなと思ってます。あら、なるほど、ね、皆さんいろんな言い訳があるんです ね、 ねもう本当に。どうですかね、ロビーのこと大好きっていう。いや、ありがとうございます、ね、ぜひ参考にしてください、うん、ファッションね、彼氏の言い訳はね、なんか参考にすることないと。さあ、はい、この後6時はですね、はい、街角 DJ しまちゃん登場でございます、はい、今日はね、野菜が美味しく食べられるところからレポートしてくれますよ。はい、皆さんも野菜についてメール送っていただきたいと思います。ベイラインアットマーク bayfm.co.jp までお待ちしています。はい、野菜しまちゃん登場。ワンチューの街角、時刻は午後6時を回りました。バズーク山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベラインさあ、6時台の頭はいつものこのコーナー、島村ゆきおがいろんなスポットに新スキルスマーチカード DJ のコーナーでございます。さあ、今日はどこに行ってるんでしょうか。呼んでみましょう。ゆきお。はいはい、ゆきおでございます。どうしまちゃん、はい、ね、お晩でございますよ。 お晩ですね。外はもう真っ暗ですよ、本当にね。今日はね、綺麗な夕焼けでしたけどもね。そう、今真っ暗。もうね、今ね、あるところにいるんですけど、外はもう真っ暗で何も見えません。何も見えない。はい、さあ、ということで今日はですね、はい、お野菜を美味しく食べられるお店、うん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 、農園カフェさんにやってまいりました。すごい、農園カフェ、はい、そう、農園カフェさん、ここは立山道のね、姉崎袖ヶ浦から5分、うん、それから東京ドイツ村には5分ですね。あらあらあら。そして島村ガーデンには10分で、あら、ね、いわゆる島村幸男のホームタウンでございます。なるほどね。なるほど。そうですか、はい、はいはい。で、本当にね、もう真っ暗って言いましたけれども、うん、外から見るとこの農園カフェさん、本当におしゃれなちょっとペンション風なね、建物になってましてですね。なるほど。非常になんかちょっとね、おしゃれな感じなんですね。いいですね。さあ、ということで、うん、早速オーナーの内山さんにお話を聞いてみたいと思います。どうもお久しぶりです。お久しぶりです。相変わらず可愛いね。ありがとうございます。女性なんです ねどうしたの、寒いの、うん、なんか肩と膝にブランケット激かけだけど。寒いです。
大丈夫ですか内山さん。冷え性なの？はい、はい、また笑うともうエクボが可愛いじゃないですか、ね、もう、ね、ありがとうございます、ね、すいません打ち合わせと僕豹変するんで打ち合わせどんな感じ、ね、そうなんだ。さあということでこちらの農園カフェその名の通りですね、うん、自家栽培のお野菜はもちろん、うん、で近隣の農家さんの取れたての新鮮野菜をあの食べることができるとですね。あらいいじゃないですか、はい、うん、さらにはね、うん、8ホールのショートコース、うん、あとグランドゴルフ、そんな特殊なところなんですよね。はい、遊んで食べれるカフェです。あ、遊んで食べれるね、そんな遊び場がある、はい、うん、でもなんかそのショートあのコースでゴルフやってる人あんまり最近見ないんですよ。あ、そうですね、今カフェがメインになってます。へえ、ね、ね、さあということで、うん、もうねなんとね、うん、土日ともなりますと、うん、2時間待ちの行列ができるお店になっちゃったんですよ。すごい大人気、はい、2時間待ち。僕あの袖ヶ浦に来てだいたい6年目なんですけど、うん、4,5 年前まで全然お客さん来てなかったんですけど、うん、そうですね、お客さんが1日1人とかいうラーメン屋さんでした、ね、はい、あのいわゆるそのゴルフ場のなんかクラブハウス的な感じでラーメン食うみたいな。そうですね、ラーメン屋さん軽食って感じですね、うん、なんでこんなおしゃれになっちゃってあの行列になっちゃったんですか。なんでだ。なんか配った。いい、なんも。色出した。いい、企業秘密です。あらあらあら、企業秘密。いや、どうしてもね、内山さんがあまりにも綺麗っていうことですからね。なるほど。そういうことにしといてください。さあということで、なぜこのいわゆるお野菜食べられるカフェに変わっていったんですか。はい、あの採れたて野菜の美味しさを伝えたいとか、うん、あと生産者と消費者の橋渡しをしたいという思いから始めました。あ、消費者と生産者の橋渡し、はい、うん、そうですね、僕生産者ですけど全然橋渡ってないですけど。あれ今度渡します。あれそうなの。全然渡ってないですよ。あら10分歩いて10分、車で10分か、はい、うん、車で10分ですね、車で10分、はい、ね、さあということで今のやっぱり旬のお野菜って何でしょう。やっぱり大根、白菜、うん、はい、キャベツですね、はい、やっぱこの本当にグッと寒くなるとますます美味しくなりますよね。はい、甘みが増してきます。これなんで甘み増すんですか。なんでだっけ。なんでだっけ。寒くて寒くてね、自分が凍ってしまわないように糖分どん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 出すから、ね、はい、それで自分を守ろうとしてるからお野菜甘くなる。あ、そういうことです ね、 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 ね、勉強になった。ありがとうございます。え、それ以外どうですか。結構だから地元の方々は結構本当にいろんなもの作ってると思いますけど。そうですね、いろんなものを作ってくださって皆さん朝あのちょっと売り物にならないような形が悪いものなども、うん、あのいただけるので、うん、はい、あ、なるほど。ちょ、内山さんなんで泣いてんの。すいません、笑うと泣いちゃうんです。あ、涙ポロポロ流してどうしたのか。笑うと涙。お会いしてないけどもね。あ、今写真も届きましたけど、ね、本当にお綺麗な方で、はい、いかがですか、ね、うん、いかがですか。あのね、エムちゃん、ロッちゃん、うん、はい、袖ヶ浦の女性って、まあ、みんな綺麗なの。あら、ですよね。なんでなんだろう。なんででしょう。野菜が美味しいからです。やっぱりそうだよね。そういうことでしょう、ね、きっとね、はい、さあそんなですね、美人にもなれるというね、この袖ヶ浦さんのですね、うん、お野菜をふんだんに使ったこの農園カフェの自慢のお料理をちょっと、うん、それが気になるわけですよ、何をいただけますか、うん、はい、こちら袖ヶ浦さんのキャベツを使ったロールキャベツのグラタンです、うん、ロールキャベツのグラタン、ロールキャベツでグタングラグタングラグラグラタン、いやこれ見た目これデミソースとチーズで山盛りですよ。はい、お、これしかもグッツグツ言ってるんですけど、グツグツやけどしないように食べてください。でちょっと内山さん、ちょっとマイク持ってくれる、はい、うん、これはいわゆるこのフォークとナイフでこぼしながら食べてください。ちょっと待ってください。トロトロ、うわチーズとソースが入れる中ロールキャベツ、あのね、うわすごい、結構ロールキャベツでかいですよこれ。大きいんだ、だって地元のでしょ、取れたて、うん、地元袖が裏のキャベツ、その上にクリームが乗ってますからね。うわーすごい、冬のキャベツと 春のキャベツ、ね、やっぱりその硬さとかね、うん、柔らかさが違うんですけど、うん、はい、この冬のキャベツは煮込んで煮込んで美味しくしていくって感じ、うん、ね、はい、じゃあ早速、うん、熱々いただきます、うん、熱いやつだ、熱い、気をつけて、うん、マヨ番組近い、結局それ以外、おいしまちゃん、今ね、独自なんていけよ、でも今、今ね、トゥルトゥルって入って喉がごっくりという音までちゃんと来てましたよ、うん、あのね、え、これ本当にこのキャベツに包まれた中、これ豚肉ですか、うん、はい、豚肉です。おお、ちょっと、溺れてる、しまちゃん、ああ
ロビンに溺れたバカ野郎バカ野郎いいよちょロールキャベツをレポートしろなんと味しみしみですねしみしみ、はい、これどれぐらい煮込むの、はい、だいたい、3時間から4時間煮込んでます。3時間から4時間、はい、うわもう心も身も心もね、はい、あなたに捧げる届けてください、あれまたなんか一つ出てきましたけど、はい、こちら自家製の里芋と袖ヶ浦さんのごぼうを使ったコロッケです。え、コロッケ里芋のコロッケ、はい、里芋とごぼうのコロッケ、え、珍しい、珍しいでしょ、はい、珍しいですよね、うん、これは里芋は自家製、うん、自家製です。ごぼうは、うん、ごぼうは袖ヶ浦さんです、うん、はい、誰が作ってる、川原井の小山さん、ね、あ、小山くん川原井の知ってんの、本当に小山くん知り合いなんですよ、頑張ってるもんね、本当に知ってんの、美味しいごぼう作ってるよね、はい、はい、え、じゃあ早速大きいねこれも、でしかも2つ、そうなんです、うん、はい、じゃあちょっとこれもいただきます、うん、まず箸をね、熱いのかな、入れてサクサクするやつかな、サクサク系かな、うわ、これは、あ、サクサク、え、これは里芋、これはい里芋です、なんか本当にあの男爵な雰囲気ありますけど、はい、ちょっと行ってみます、里芋、あうんうんうん激うま今ねサクサクのいい音届いてます、届いてましたよ、ね、コロッケのあのね、うん、じゃがいもとは大きく違って、うんうんうん、甘みとこのねっとりした感じ、ね、クリーミーな感じなのかな、ねっとり感があの特徴ですね、そしてね、鼻にスーッとごぼうのあのちょっと土の香りっていうんですかね、はい、ごぼうも取れたて旬なので香りが違います、いや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 、これ絶品ですね、はい、人気メニューです、あのしかもなんかお持ち帰りできるんだよね、確かね、はい、ロールキャベツもチキン南蛮などお持ち帰りできます、これも土日はお店並んでるけど平日相当なタイミングじゃないと買えないって噂ですけど、そうですね、平日は特にお惣菜は争奪戦ですね、そうなんですね、1日限定とかなんかあるの、はい、1日限定20食ずつご用意しております、で、いやもうそれがだから平日早いうちにもうなくなっちゃう、はい、なくなっちゃう、ただあのランチ僕今日ちょっと見せていただきましたけど、うん、ランチもこ あのお盆の中に、うん、ま、1,2,3,4,5 もう数えきれないぐらい乗ってますね、はい、色々小鉢とかね、これでドリンクがついて1080円です、うん、安っ、取れたて野菜だもんね、やっぱりこの農園カメラ売りですか、はい売りです、どんな感じでなんかキャッチコピーみたいなないんですかお値段以上に想像以上に、うん、そして必要以上にお腹を満足させたいです、うまいこと言うね、お値段以上、途中聞いたことある感じ入ってます、ニトリニトリ言っちゃった言っちゃった、それ言うな、言っちゃった言っちゃった、いやでも本当にいやぜひね皆さんにも食べていただきたい、いや食べたもんね、ちょっとね、あのお隣にねなんかねスタッフの方がね、うん、子供たちと一緒に食べて、やっぱ子供たちコロッケ大人気ですね、あーいいね、里芋、子供たちが野菜を積極的に、山ちゃんどうですかこの、あのねもうこの年になると本当に野菜を取らなきゃって思うけどね、美味しい取れたて野菜何よりですよ、もう行きたい、あの内山さんにも会いたいし、はい、本当に行きたいです、はい、ぜひお願いします、うん、ドイツ村も近いですから、うん、ねえ、はい、ぜひあの、ね、来てください、ね、はい、ぜひお待ちしてます、はい、ぜひ行かせていただきたいと思います、はい、じゃあこの後しっかり食べてから帰りますはい、千葉さん気をつけてね、島ちゃんに気をつけてください、島ちゃんに気をつけて、ね、仕事はどうなるか分かんないから、いや、うん、いや、 やめなさいはい、ありがとうございましたありがとうございました、はい、いやあの写真もね、あの島ちゃんいろいろ送ってくれたんですけども、はい、この黒板にね農園カフェがここで周りの農家さん誰々さんってちゃんとフルネームで書いてあって、ね、周りの本当にそこから届いて、つながりがこう見えて、ね、生産者の顔が見えるってやつですよね、旬の採れたて野菜で作るこのね料理の数々、そしてグランドボールとかいろいろことできる、遊ぶこともできるというね、いや素敵な場所でした ね、 ね、行列だそうですよ、やっとこのグラタンとコロッケ食べたい、うん、本当におしゃれなところですね、ぜひ行ってみたいと思います、島ちゃん、そして内山さんありがとうございました、ありがとうございました、さあとこ今 この時間はこれからですね、この今のレポートを受けましてですね、野菜というテーマでメールを募集したいと思います、子供の頃苦手だったけど大人になって好きな野菜がありますとかね、野菜の美味しい食べ方とか、まあ、家庭菜園してねこの風にやってるようなっていう話でも結構です、とにかく野菜にまつわる話なら何でも OK、 メッセージを送ってください、メールはベラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています、はい、一曲お届けしましょう、今日はね袖ヶ浦の農園カフェからレポートしていましたよね、この方野菜のソムリエとしてもね活躍しているということですよ、
送りしましょう。1991年のナンバー、西田ひかる、ときめいて。リリースフラッシュ。さあ今日水曜日は新曲リリースラッシュの日ですね、はい、そうで気になる新曲をフラッシュで聞いてみましょう。まずは原宿系カリスマ読者モデルとしても活躍している近藤陽次。そんな彼は読むになってから男女の壁を越えたファッションをする男子、いわゆるジェンダーレス系男子としてモデルはもちろんのこと、自らのブランドを立ち上げるなど多方面で活躍しているマルチプレイヤーでもあるんです。お送りしたのはそんな彼の歌手としての一面、近藤陽次、パンでした。続いては福島県出身のシンガーソングのニューシングルは完全生産限定版。お送りしたのは片平里奈、この涙を知らないでした。変わっては熊本発の4人組ブルーエンカウント。去年メジャーデビューを飾ったばかりの彼ら、今回のこの曲は先日まで熱戦が繰り広げられていた第94回全国高校サッカー選手権大会のために書き下ろしたという応援歌になっています。お送りしたのは現在 BayFM パワープレイでもおなじみブルーエンカウント、始まりでした。ラストはシリーズ初の女の子によるユニット、仮面ライダーガールズ。今年は1971年にテレビ放送がスタートした仮面ライダーから45周年ということで、いろいろな企画が催されているようですが、その先駆けとなっていたのが仮面ライダードライブの挿入歌となっているこの曲。お送りしたのは仮面ライダーガールズネクストステージでした。はい、以上4曲フラッシュで聴いていただきました。はい、はい、私が一番最初に紹介したカリスマ読者モデルの近藤陽次さんはもうツイッターのフォロワー数も26万人とか言って、もうすごいんですけど、私の周りでもファンが多くて、本当こう女の子みたいな顔をね、写真見るとしてて、でも男の子でそのなんかこう間の感じがね、そっちってわけじゃない違いますよ、ジェンダーレス系男子そうっていうらしいです。男女の壁を越えたファッション、そうなんです。まあこれでもルックス限られてきますよね。うん、そうですね、誰でもやっていくってことじゃないですね。しまちゃんと俺がやったらどうなるんですか。しまちゃんがやったらもうちょっとね、ジェンダーレス系親父ちょっと私はちょっと引いちゃいますけどね。あ、そうですか。うん、ちょっとあれですけどね、近藤さん本当にね、女の子みたいに見えるね、写真によっちゃね。あと私個人的にもう大好きなのが片平里奈さん、はい、もう私一回アコースティックライブとかでもカバーで歌わさせてもらったりするぐらい、あらあらあら、ロビンさん、そうなんです、大好きなんですけど、ね、今回のこの曲歌詞がすごい切なくて、うん、どこに行くの、何時に帰ってくるの、私を見て今すぐ安心させてよって歌詞があるんですけど、もうね、どうしたロビン、私の気持ちじゃないですよ、うんうん、私の気持ちじゃないけど、分かるのね、こういうのを聞いてちょっとね、ね、今冬なんで これを聞いてキュンキュンね、あーキュンキュンね、妄想を働かして、ね、妄想を働かしてキュンキュンしてますよ、ね、これ私やっぱりこう仮面ライダーガールズね、仮面ライダーこれ45周年、はい、1971年僕が10歳の頃ですよ、スタートしたの、一番最初にハマった世代ですから、変身で藤岡弘したのどう、おやさんってですね、 そこですから10歳の時、ね、仮面ライダースナックね、カード集めたりしてましたから、ってね、私は死神だぜ、チェバルウショカ地獄の軍団、やら仮面ライダー必ずこの地で倒すんだ、へーってのね、ワンセットでモノマネしてましたからねすごい完璧でした、今すごいですね、はい、ということでございますがさあこんなからじゃあ一曲かけるのはね、今のロビンの聞いたらね、はい、これはかけざるを得ないでしょう、たっぷりと、じゃあそんな詩の部分もねしっかり聞いていただきましょう。ぜひぜひ、今日リリースです、片平里奈、この涙を知らない。片平里奈、この涙を知らない、お送りしました。さあその他にもですね、今日はいろんな曲がリリースになりますね、紹介しましょう、はい、こちらアニメ名探偵コナンのオープニングテーマ、羽稲葉浩志、そして、ZIP のね、第2期コナン本人が出てる、日本ワクワクキャラバンのテーマ曲ですね、あの犬と一緒にね、旅してる渡辺裕明、この歌に変えて、そしてこちらはですね、ダフトパンクの世界的ヒット曲 One More Time のフレーズを引用したアッパーな EDM となっている加藤ミリア、フューチャーラバーと、それで今日リリースでございます、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。以上リリースフラッシュでした。 The Bayline Bay
FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Show called Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベーライン、この時間は、この時間は野菜にまつわる、ね、メッセージ、はい、大募集しておりますよ。皆さん送ってくださいね。送ってください、はい、ということで早速メール読みたいと思います、うん、そうですね、ロビンお願いします、ラジオネームゆいちゃんさんからいただきました、野菜というより薬味という印象が強いかもしれませんが、うん、私はパクチーが大好きです。パクチー、タイ料理はもちろん餃子の具や、生姜風味のチャーハンなどに入れていつもパクチーを楽しんでいます。今はパクチー専門店が多々ありますが、はい、残念ながらパクチー好きの友達がいないのでまだ行けてないんです。山ちゃん、ロンちゃんはパクチーは好きですか？いやなんか最近ブームですよね、女の子の間でもパクチー食べに行こうよみたいな感じの、うん、そう今はもうパクチーサラダみたいなのありますからね。ありますよね、だけの、うん、私大好きです、それ大好き。最初から、いやちょっと最初は苦手意識があったんですけど、徐々に食べたらもうパクチーだけでもなんか体がすっきりする感じがして自分的に、うん、ついつい頼んじゃいますね。今最初ダメでしたけどね、美味しいあのトムヤン君の店で、はいはいはい、行ってたら好きになった。逆にあれがないとって感じになっちゃってね。なるほど。パクチーサラダ何かあのもうちょっと一つぐらい入ってるやついいね。あプラス水菜とかプラス、ね、プラスなんとかね、何かがちょっと入ってれば、うんうんね、はい、続いてはね、あのおばあちゃんと野菜の思い出がちょっと2つ来てるんで、なんかほらおばあちゃんってね、はいはいはい、料理の話だとね、某 CM で感動的なんですけど、ちょっとあんな風に ね、 ありますね、ちょっとモノローグ風に行ってみたいと思うんでちょっと音楽お願いします。まずはてるさん、野菜の思い出。僕の野菜の思い出、それは祖母が作ってくれた野菜。田舎の実家の畑で祖母が季節に合わせていろいろな野菜を作ってくれていました。その影響で食事のテーブルにはいつも実家で採れた野菜が並んでいた。そのおかげもあってか、社会人になった今でも野菜の好き嫌いはありません。苦手意識のあった野菜も小さい頃に克服できていた。それを思うと、体を辛そうにしながらも野菜を作ってくれた祖母に感謝の気持ちでいっぱいです。ちなみに、僕のお気に入りの祖母の野菜は、オクラです。続いて、インちゃんの野菜の思い出。私は5歳くらいまでトマトが食べられませんでした。特にプチトマト、口に入れて噛んだら弾ける感じが苦手でした。でもある日転機が訪れました。おばあちゃんとサラダを食べている時、いつものようにプチトマトを避けながら食べていたら、おばあちゃんが私に向かって、こら全部食べんと大きくなれんよとすごい形相で言ってきたのです。おばあちゃんの顔が怖すぎて思わずプチトマトを口に入れると、意外とこれが美味しかったんです。おばあちゃんありがとう。はい、おばあちゃん二部作。いやなんか、野菜でこんな私は今胸にグッとくるものかといいね、本当にね、小さい頃おばあちゃんにこういうところも野菜好きってね。なんか、いや私も思い出しちゃいました。あの私おじいちゃんがね、もう今はいないんですけど、あの野菜炒めが得意料理で、おじいちゃんが、そうで、私がそのおじいちゃんが亡くなった後に、おばあちゃんに、あの野菜炒めをねよく作ってあげてたんですけど、なんか あんた翔子ちゃんが作ってくれる野菜炒めおじいちゃんと同じ味がするよって言って、ちょっとそれ思い出しちゃいましたね今。いやー、岡田ルミン翔子エッセイを出します、おじいちゃんの野菜炒めタイトル決まっちゃった。で俺は帯書くから。あ、そうですか。あ、それはもう間違いないですね。山田さん。ね、そこそこのね感動。ひどい。もっといいの返してくださいよ帯なんだから。やめてください。ね、いいじゃないですか。素敵ですね。もう行きますか。じゃあ続いてもう一個行きますか。ラジオネームさなぎさんからいただきました、40歳の会社員の方ですね、大人になって食べれるようになり今では大好物になった野菜、それはセロリ、もちろん生もいいですがスープにしたり炒めたり火を通して食べるのが最近のマイブーム、特におすすめにしたいのはきんぴらにして食べること。セロリの、そうです、今から買い物に行くのですがもちろん今日もセロリ買いますということで、セロリにハマってるんですって。おセロリは、セロリだけはちょっとあんまね、セロリが好きだったりね、いろいろなんか あるね、あちょっとうまくセロリの歌から詩でうまくセロリが好きだったりするよねーのうまく引用しようと思ってできなかった今何が始まったのかと思っちゃった
僕スタンドバーで出るあのねセロリのあのはいはいはいピクルスみたいなピクルスそれだけでいけるなって。あら大人です ね大人大人セロリおしゃれなねおしゃれなやつの代表な感じするもんね。確かになんかねスーパーのねあれからセロリが出てたらねそう大根出てるよりもちょっとかっこいいみたいに思う人がいるでしょうね、うん、私もちょっとねいつか克服したいなと思いますけどですね、うん、はい初めてのセロリとね、第2弾はそちらでそちらで帯をお願いします。さあ、ね、まだね最後まで、紹介しようと思ってますんで、はい、ぜひ野菜の思い出お願いします。メールは baylineatmarkbayfm.co.jp baylineatmarkbayfm.co.jp まで。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。さあこちら今日のラストナンバーになっちゃいますね。今週末16日からいよいよセンター試験始まって受験シーズン真っ只中とね、そんな受験生頑張ってる皆さんにお送りしましょう。大事マンブラザーズバンド、それが大事。野菜も取ってね。Thanks for listening. This is the Bayline.バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のさあベイラインエンディングの時間となりました。さてここでね、ベイフェムからお知らせです、はい、本日ベイフェムでは4月に文化村オーチャードホールとパシフィコ横浜で行われるボブディランのコンサートチケット番組先行役受付中でございます。ベイフェム主催ボブディラン来日公演、日程は4月4日5日6日18日19日25日26日こちらが文化村オーチャードホール、そして4月28日木曜日がパシフィコ横浜、開演時間はいずれも午後7時、料金は1席1万6000円、今回の先行役は S 席のみの受付となります。今日は16日からの一般発売に先駆けて皆さんのためにいち早くチケット予約を受付中です。受付電話番号は0570-04-8899 0570-04-8899。 なおベイ FM のホームページからも直接予約ができますので、パソコンモバイル端末から申し込みたいという方はぜひチェックしてください。はい、ボディラの来日公演本当に楽しみです。はい、さあそして明日のザ・ベイラインですが、伊豆の亮さんと西田愛ちゃんです。新企画がスタートしています、はい、ラジオで伝わりやすい芸人大集合ということで、うんうん、電話で芸を披露してもらって、うん、面白ければスタジオに登場、うん、合格かどうかは皆さんの投票で決まります、うん、お楽しみに。ぜひね参加していただきたいと思います、はい、さあそしてベイ FM この後7時からはインターエクスプレスです。 DJ は門脇智子さんです。せーの、こんばんは。はい、どうもです。はい、さて、ね、今ね、松岡さん、なんでしょう、寒いんですけれども、寒い時ほどライブに行って、うん、音楽をたっぷり生で味わって、うん、心の中からあったかくなっていただきたい。あ、それ最高だ。はい、今山寺さんもねお知らせしていただいたように、ボブ・ディランがやってきます。やってきますね。しかも今回ホールツアーでございます。はい、15年ぶりね。そんな先行予約のお知らせはもちろんインターエクスプレスもたっぷりお伝えしますが、はい、今夜8時台の特集では、うん、そんなボブ・ディラン大フィーチャーしますので、改めてボブ・ディランの魅力、そのレジェンドの存在感というのを、うん、この特集でたっぷり味わっていただいた上で、はい、ぜひ来日公演を味わっていただきたいと思います。なるほど。はい、その他メニュー盛りだくさん、この後すぐです。はい、頑張ってください。はい、どうも、どうもボブ・ディランね特集するというね、はい、インターエクスプレスお楽しみに。楽しみ。さあ今日はですね、蓮見香音先生にも登場していただいて、ホットラインでね電話つないで、まあダイエットなしとかいろんなことがありましたけども、はい、ね、ロビン、何ですか、いい情報いただいたじゃないですか。いや本当に、僕しかも今日はねバストアップの方法もね聞いちゃいましたから、山寺さん、来週私すごいことになってると思いますよ。そんないきなり、バストがいきなりですか。すごいと思いますよ。いきなりはちょっと無理です。オープニングで鼻血ブーだと思いますよ。いきなりはちょっとそれ何かね、何かしたんだろうと思いますよね。いやいやいや、ちゃんと食べて ねちゃんと自然なものかどうかっていうのはね、ちょっと直に見てみないとそれ分かんないからね。直にってなんか嫌だな。それだって無理でしょ、ね、でもほら自分にいろんな言い訳をしてたってことにもね、そうそうそう、ちょっと気づかなければいけない。そうなんですね、まず吐き出してしまおうってことでしたから、うん、ね、ちゃんと参考にして、私も自分のねあの荷物とかね洋服を、去年の暮れから片付けてない言い訳をいろいろね、もう舞台そうなんですよ。あ、そうなんですよ、舞台がちいよいよあさってから博品館劇場ですね、あの最終日の日曜日はもうほとんどチケットがないんですが、はいはい、金銅と、時間自分で調べてコント博品館ぜひぜひ、ね、ローリングワンダレビー、7転び8時起きの人々、はい、これ本当に面白い、私人生でもコントやるなんてことめったにないと思いますね。ぜひお願いします。行きましょう。はい、ということで水曜のザ・ベイライン、お相手はバズーカ山寺と岡田ロビン翔子でした。ボンキュッポン、ロビンも頑張って大阪で